さて次は今全国的に議論が活発になってきていますこちら選択的夫婦別姓制度に注目したいと思いますで現在の日本の法律ではどうなっているかというとこちら結婚する夫婦はいずれか一方が必ず苗字を改めなければならないまつまり同じ苗字にしなければなりませんで一方こちらの選択的夫婦別姓制度 これはです、ね、希望すればそれぞれが結婚前の名字を名乗ることを認めるもので女性の社会進出などを背景に導入を求める意見が増えていますこうした中福島市議会ではきょう国会での審議を求める意見書が可決されました福島市議会はきょうの本会議で選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を全会一致で可決しました 意見書は選択的夫婦別姓の法制化を求める市民団体が提出した陳情書をもとに作成され可決されたのは県内では会津若松市などに次いで4件目です。意見書では非婚や少子化などの問題にも起因することから 夫婦のどちらかが改正しなければ婚姻できない現制度を是正することが必要であるなどとして、制度のあり方について、国会で審議することを求めています。福島市、県庁所在地なのですごく大きな影響を持っていると思います。さらに広がればいいなと思っています。 では、この選択的夫婦別姓制度について結婚などの出会いを目的としたアプリを運営する企業が 20歳以上の男女385人に対してアンケート調査を行っていますのでその一部を見ていきたいと思いますそれがこちらになりますまずこの選択的夫婦別姓に賛成か反対かということを聞きましたそれがこちらの円グラフになるんですけれどもおよそ8割の人がこれ賛成ということなんですねでもしえっ、ー、とこの中の9割以上が こちらになるんですけども、まあ、未婚の女性ということなんですね。うん、ということで実際に性を変えることが多い女性というのは、まあ、性が選べるようになることを望んでいる人が多いと言えそうなんですね、うん。もう8割ですか、あの賛成というのがこう多い結果となっていますよね。うん、そうですね。うん、で、これ実は賛成の理由はという問いもありまして、それがこちらになりますね。 えっと一番多かったのが選択肢が広がるのはいいことでさらに結婚して同棲にする必要が特にないという声がありましたでまたこの25歳の会社員の人の意見としてはあくまでこの選択性というのが一番のポイントであって今の強制的に同一の性にされている現状はどうかと思うという意見もあったんですねで次は反対の意見見ていきたいと思いますえこちらですが夫婦の子供にとって また、旧姓を通称として使用すれば問題ないという意見が多くて、まあ、反対する既婚女性の5割以上が、まあ、子どもを理由,理由として挙げているとということなんです、うん、立場によってこう考え方が違うという結果になっていると思うんですが別にするとどういうことが考えられるのかというのをしっかりこう理解するということが必要ですよね。